青道県西南の町で、南は岩手県、西は秋田県との境に接する。町面積の多くを山地にて占めており、町を東西に流れる熊原川、相馬川、大川などの流域沿いを主とした居住県としている。町名はアイヌ語のタプコプに由来する。 山岳地帯特有の冷涼な気候であり1日の中でも寒暖の差が大きい。また、ニンニクの生産が盛んであり、ニンニクの町として全国的に知られている。青森県の最南部、岩手県、秋田県との境に位置する。八甲田山系を構成する山岳地帯に位置し、正面積の多くを山地が占める自然豊かな町である。 1992年には、環境庁より、星空日本一に認定された。古くより、定住集落が存在していたと見られ、縄文時代の遺跡も多数分布している。鎌倉時代の初め、欧州合戦の後により、南部高校が、ぬかの部五軍を配慮して、以降、南部市の支配地となる。他後にも市場が築かれ、数の方面への要衝として機能した。 江戸時代に入ると、南部半領大佐、佐鉱山から野辺地港への交易ルートとして栄えた。田子は、アイヌ人のアイヌ文化と関係が深い土地で、アイヌ語のタプコプに由来する。併合して編入した地域のスケワウチは、アイヌ語のサッパ内に由来する。町の基幹産業は畑作を中心とした農業である。特にニンニクは、全国的に知名度が高く。 ニンニクを中心とした町づくりが行われている。田子郵便局平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、10.06%減の5,554人で、あり、増減率は、県下40市町村中26位。高等学校中学校以下は廃校。小学校以下は廃校。八戸農業共同組合田子支店町内には、 存在しない。かつて東庁と秋田県を結ぶ、来満鉄道計画が存在したが実現にしなかった。ありがとうございます。